バリサン TV! あのさ超いいだゃ俺はそっちよりこうしょ数やるでしょあのゅュン君がさ俺それよりこうやってた時のここの袖にさサックスって書いてある向こう行けってことはサックスってサックスって書いてあってさ俺より向かってサックスってハードコアだよハードコアだよハチョまみれでさ 本当に、だからゲスト来た時にさ例えばこのねいろんな人が来てくれるじゃないチょろチょろ、チょろチょろ。タレントさんとかさ俊君のタトゥー見てどう思うんだろうねあれカメラの人入れ墨だらけなんだけどそのタトゥーにさ免疫がない人はさわってやっぱさ俺ぐらい俺らの年代もそうかなやっぱタトゥーにいやたまたま俺らの周りがそういう人が多かったから俺らはもう免疫がついちゃってるだけで<ー>そりゃそうだよそうだよね いじれないんじゃないまあね、ちょっと極端な話ちょっと違う方向の人たちかなみたいなのあるもんねあるある。だからちょっとストリートの濃い感じのイメージはまあ確かにねやだね、まあねさあ、今日は僕が紹介します今日僕が紹介するのは、じゃじゃーん黄緑いいですね、これ初のヒップホップじゃないね。で、ゆーたがヒップホップ行くとはねかつおさん 一回一回ね謝り入れて今日ほら T シャツも黄緑だからこれはさ昔のやつ違うのよこれさ多分あのね大角さんの大角さんのブランドがブランドなのあれブランドがえっとね半年前ぐらいか半年前ぐらいに黄緑とスチャとえっとねキングギドラとライムスターからそれとダブルネーム出した時の T シャツ で俺はこれ大の字のおじさんがストーリーに「ギリギリ買えた!」っつって「黄緑の T シャツあげてて、うん、俺すぐおじさんに「えこれどこで売ってるんすか?」って言って「うん、ここで売ってるから早く行った方がいいよ」って買ってきたの<ー>それが「黄緑 T シャツ」じゃあ結構思い出あるんだね、うん、黄緑にね黄緑なんてさだって通んなかったの、うん、通ってないのよい<や>でも曲は知ってるかね俺あのね 道具だろうね知ってるかねえは知らないよ聞いたことあるかどうかわかんない人に曲を知ってるかどうかはかんないまず俺はなぜ黄緑に行ったかというと高校1年生の時にスチャダラパを聴くでその最初に聴いたのがスチャダラ外伝あの5曲入りのそれこそダンスフロアに入っててついてる音も94とかでその4曲目に「ゲットアップダンス」かな「ゲットアップダンス」か。 もうスカパラとかもういろんなそのスチャダラがさヒップホップの仲間クルーのことをさはい、はい、スチャダラが作ったかどうかわかんないけどはい、はい、リトルバードネーションっていうグループがいて、うん、そこにダッセントリオとかああオ四街道ネイチャーとかーそれこそ東京ナンバーソロセットもそうなのかな、うん、で,でスカパラが裏で演奏してるところにみんなでこう代わり番を売ったんだけどその中に黄緑もいたのよ、うん、でその曲をこうやって聴くじゃない聴いてあ ステダラパ今流行,ってん流行ってるっていうか「ステダラパ」っていうヒップホップがあるんだなーってうこうやって聞いてたら<ー>黄緑のフローがその中で一番かっこよかったの。 俺らブリブリが飛んでるそう、黄緑のいつだし、しつだ、グッズだ、ロうが君に送る旅のアドバイスなんてまだまだ早すぎるだ、ね、<laughs> けど、ねね、今週さえ連れてたこともね <laughs> 俺だけど今に黄緑あ明日はダンデキダンデキデキダンダーンっていうのをやってた、ね、ほうほうほうめっちゃかっこよくてそこのフローが、うんうん、いや聞いてみたいなでめっちゃかっこいいと思って、うん、すごいアッパーなそれで俺黄緑をちょっと聞いてみようと思って、うん で黄緑聞いたらさ、もうさそんなアッパーじゃないの。もう俺の友達の村ちゃんっていうのがそこ黄緑一緒に聞いたときに、これは日本のサイプレスヒルだと<ぁ>ね。そうこうだ重い重くてこうなんかちょっと暗い感じでずーっと、はい、あれはもう全部ね。でちょっとこのライムとかもなんつうのスチャダロと違ってなんつんだろうちょっとこう風刺の聞いたというかその当時では、うん、そのなんつんだろう。 あのレコードを売るやつと買うやつがいるみたいな,、うん、なんかそれがどっちの利益になってるのかわかんないねみたいな歌詞とかなんかすごくいいのよ<ー>でなんかこう今まで捨てパって明るいってそうだねでその曲もその風呂捨て皿のところで歌ってた黄緑の風呂も明るかったから、うん、俺はそれを想像してたらなんだこのめちゃめちゃダークなあれじゃあ逆に良かったってこと、ね、俺はそれにびっくりして、うん、それがめちゃめちゃかっこいいと思って、うん、だからひ サイプレスとかさハウス・オブ・ペインはその当時は聴いてたからで村ちゃんが「これサイプレスヒローみてえだな」って言ってあなんかこう俺の中で勝てんっみんながどう思ってるかわかんないけど確かになんかこう薄気味悪いというかゆっくりゆっくり薄暗い中歩いてる感じのなんかずっとこの人たちは何人なのののこ後に活動もしてるソロとかで いやどうなんだろうやってんのかねだけどデブラージーさんが亡くなったじゃん,んあん時にほらみんな集まってやってて、うん、その時に久々に再結成してるの俺はだから行きたかったのそれにであんたの元嫁が行ってんのよ行ってたねはるちゃんはるちゃんって言っちゃったけどあ,<ー> <laughs> あんたの元嫁行ってて俺はそのあんたの元嫁に次会った時に「ね黄緑見た?」っつったら「うん 見たてかは覚えないけど俺がねどっちだったか覚えてないけど2時間ぐらい並んでやっと入るなんか言ってたかもねだってそれこそ七夜ドラも出てて追悼だったからさライムスター出てなんだなんだって言わよねその中で黄緑がもうシークレットっていうか誰が出るって多分言ってないだけどやっぱり噂でさ黄緑出るらしいで俺はその時にうわ超行きてえと思ったんだけどで後でちょっと。 ほらちょっと悪い人がさ、うん、YouTube 上げたりしてるじゃん、うん、そういうの見えてるとさあ出てたそれ出てんのでしかも俺みんな大好きなこの「白い闇の中」歌ってんの白い白い闇の中えじゃあ実際ではさ見てないの生では生で見てない見てない俺高校1年の時もだもんああまあそうだよ、ね、どこでやってたんだろうねそういう時ってねこのいやだからそういうクラブとかでやってたんじゃないあー行かないもんねクラブで、ね、行かないでそれこそねなんかこれのさ 俺らってさその時さこういうさスペシャルサンクスーみたいなのう見るじゃん後ろ誰がいるんだろうと思ったら誰いるのニューキー・パイクス」とかさ書いてあるんだよ「ビヨンズ」とかさ「んととだだこの辺繋がっってて思ココバット」とかさほら「だゴッツ・ガッツ」とかさめちゃめちゃ繋がってんじゃないバンド関係もと思って俺はねここね確かに「アクロバット・バンチ」って あア,クアクロバットバンチがアクロバットバンチだと思って,ああ思って俺初めて市川さんに会った時に、うん、僕黄緑聞いてて、うん、スペシャルサンクス2のところに「アクロバットバンチ入ってて俺あこうやって繋がってんだな」って思ったんですよって言ってさ、うん、言って「お前なんでそんなところまで見てたんですか <laughs> お前芸人にしとくのもったいねえぞ」って言われてでアクロバットバンチとって、うん、市川さんが昔やったらアがさ、うんうん でこういういの入ってんだななと思ってここういういいいいの面面、えー、面白白白ねこれは面白いねそうだから俺はこういう黄緑を見てあこうやってつながってんだと思って、うん、だって高校1年との時なんてさまさかこういうヒップホップのシーンとさ、うん、バンドのシーンがつながってるなんて思ってないからさ、うんうん、確かにそうだよねだびっくりしたうそれだからさ俺はだからそのスチャダラパーのさ「うん、そゲットアッンダンス」っていう曲聞いて、うん、いろんな人が歌ってるからそれ全部聞いたの。 四日江戸姉ちゃんだったら四つ江戸姉ちゃん調べて出せんとくあそっちもじゃあ全部聞いたんだそう全部聞いた中でやっぱ黄緑が俺は一番ハマった<ー>でそれこそなんかその流れでライムスターとかも聞き始めメロンイエローとかの、うん、あの辺とかも聞いて、うん、ライムスターのさファーストかなんかあのー、聞いてさこう5人五人の上に何かこういう邪気があってさそれをさ俺は結構好きやったんだけどさ歌丸さんがなんかなんかで インタビューかなんかでさがあれはなかったことにしちゃうみたいなことを言ってて、あ、俺聞いたのになと思ったの。へぇ。よう、そうなんだね。君のにめちゃくちゃ聞いたわよ。貸してよ。いい今日このまま持ってていい。持ってていい聞けないよね、でも今ね。家にてえで。パソコンで聞けないのパソコン外付けだから。なんか外付けって言うじゃない貸してんじゃんこれ。うん、貸せよ。 めちゃくちゃいいよえー、すげえだ俺だってモジャさんがスチャダラ聴いててこっちまで行かないんだ,と思ってだから軽いところしか聴いてないからスチャダラもあでもあ<ー>えスチャダラはどの辺聴いたのだからあれだ有名曲だよ本当にだから全然な感じ<ー>本当にヒップホップを思うだからそのスチャダラさんは多分さガイデンの後に出したアルバムがめっちゃ売れたんだよね<ー>オレンジのあのめっちゃくちゃかっこいいよねそれはだからほら えーっとドビドゥワットとかさあの辺が入ってるんだよ。これちょっと聞いてみた。うん、マジで。聞いて。はい。<laughs> <laughs> いやこれはすげえ厚さがね。いやめっちゃ良かったもんだって<ー>もう俺今だに聞くもんね。えー、あの歩いてる時とか iPhone に入ってるからさかっこいいなーと思って聞いてる。 まあ、聞いてみてください。はい、聞いてみます。はい、ええー、以上、黄緑でした。登録、そして、いいね。よろしくお願いします。まったね。バイバイ